スピリチュアル・ベガーズは、スウェーデン出身のハードロック、ストーナー・ロック・バンド。北欧の実力派ギタリスト、マイケル・アモットが率いていることでも知られる。1993年、音楽性の相違を理由に、カーカスを脱退したマイケル・アモットがスウェーデンに戻って、結成。ラインナップはマイケルに、スパイスとラドイグビットを加えたトリオ編成であった。 1994年にセリフタイトルのデビューアルバムを発表。以後2年後きにアルバムを発表し、ツアーを行う。2002年のフィーフスアルバム、オンファイアーのレコーディングの前にスパイスが脱退し、新ボーカリストとして JB、ベーシストにロジャー・ニルソンが加入。ロジャーはアルバム1枚に参加した後に脱退し、公認としてアーチ・エネミーのシャーリー・ダンジェロが加入した。 2009年末、セブンスアルバム、リターントゥゼロの制作開始前に、JB が脱退。代わって、ラドウィグの友人であり、当時ファイアーウィンドや、タイムレクイエムで活動していたアポロパパサナシオが加入。2010年には、日本の HR、HM フェス、ラウトパーク中に参加し、来日を果たした。2013年、AS アルバム、アースブルースをリリースし、 ラウドパーク13に参加。翌年にも来日公演を開催する。2016年、9th アルバム、サンライズとサンダウンをリリースし、来日公演。CD の国内版はセカンドからフ、5th フアルバムが、ビクターエンタテインメント、他はトイズファクトリーから発売されている。ありがとうございます。